皆様こんにちは。今回は Android 同士で Bluetooth テザリングを行う方法とその利点を解説させていただきます。 Android では Wi-Fi、USB、Bluetooth の3つの接続方法でテザリングを行うことができます。一般的なのはテザリングと略して呼ばれる Wi-Fi テザリングです。 USB テザリングも比較的簡単に利用でき、利点も多いので重宝するテザリング方法となります。今回ご紹介させていただく Bluetooth テザリングは3つのテザリング方法の中で一番設定がややこしいのですが、 USB テザリングと同じくデータ通信を他の機器に共有するホスト側の Android が Wi-Fi 通信でインターネット接続を行っている場合に、そのデータ通信もクライアント側に共有できるという点が利点となっています。またこの他に3つのテザリングの中で唯一データ共有を受けるクライアント側からテザリングを開始する点も Bluetooth テザリングの特徴です。 Android 同士で Bluetooth テザリングを行うには、まずホスト側の Android で Bluetooth テザリングを有効にしておく必要があります。 Android の設定からテザリングとポータブルアクセスポイントなどの設定ページを開き、 Bluetooth テザリングのスイッチをオンにします。この時点ではまだテザリングは開始されません。次にクライアントとする Android とホストとする Android とを Bluetooth でペアリングします。ここまで設定したら Bluetooth テザリングの準備は完了です。あとはクライアント側の Android の Bluetooth 設定からホストとする Android の機種名の右側に表示される設定アイコンをタッチして、表示されるペアリングされたデバイス、ウィンドウのインターネットアクセスにチェックを入れます。すると、ホスト側の Android の Bluetooth テザリングが開始され、Bluetooth によるデータ通信の共有が開始されます。Bluetooth テザリングの終了は、ホストとクライアントの双方で行うことが可能です。Bluetooth テザリングはその通信規格の特性から、Wi-Fi テザリングよりも通信速度が遅くなるのですが、利点も多いので覚えておくと重宝します。また今回は Android 同士で Bluetooth テザリングを行う方法のご紹介となりますが、他の OS 機器をクライアントとする際も基本的な操作方法は同じです。ぜひ参考にしてみてください。以上、 Android 同士で Bluetooth テザリングを行う方法とその利点の解説でした。